宇宙世紀0079サイド3本国の防衛を固めるジオン公国を攻めるべく、地球連邦軍は宇宙艦隊を集結させつつあった。これに対しジオン軍は宇宙要塞アーバオア空を最終防衛ラインとし、持てる戦力の全てを結集させて迎え撃つ。今宇宙の片隅で連邦軍とジオン軍の最終決戦が行われようとしていた。アッバオア空、転属ということでしょうか。機関らだけの話ではない。キシリア閣下のグラナダ艦隊そのものがアッバオア空へと向かうのだ。集結しつつある地球連邦艦隊に対し、我が軍はアッバオア空で迎え撃つ。機関とモンターニュ軍曹にもニュータイプ戦闘部隊として防衛の一翼を担ってもらう。お待ちください。我々の主任務はあくまで新技術の開発です。それに実戦経験もほとんどないペッシェをそのような重要任務に就かせることは。今はガクト動員のパイロットたちですら救国の志を持って訓練に励んでいるのだぞ。経験不足は言い訳にはなるまい。しかし一刻も早くモンターニュ軍曹の技術を実戦レベルまで引き上げておくように。以上だ。わかったな。いかがでしたか、大尉。俺たちはキシリア閣下のグア人を護衛しつつアッバオア空へ行くことになった。アッバオア空へ。連邦軍との総力戦だ。これで負ければジオンは終わる。戦況はそんなに良くないんですか。だろうな。学生まで動員するようじゃ先は見えてるよ。いいかペッシェ、くれぐれも無理はするな。バカな戦争で命まで落とすことはない。でも俺たちが培った技術は生きてこそ後の世に生かすことができる。俺やオーガンやシムス中尉がやってきたことを無駄だったとは思いたくないんだ。アシュレ大尉。オーガン、俺は。キャッチしました。これより戦闘を開始します。無理はするなよペッシェ、生き残ることを忘れるな。戦闘準備をお願いいたします。高熱源体接近、気をつけてください。可能です。 EX スキルの発動を確認。 EX スキルが発動可能です。 EX スキルの発動を確認。EX スキルが発動可能です。 EX スキルの発動を確認。 EX スキルが発動可能です。EX スキルの発動を確認。 EX スキルの発動を確認。 EX スキルの発動可能です。 EX スキルの発動を確認。どうした、ペッシェ。しっかりしろ。システムの不具合か。光が。光？
しっかりしろ、ペッシュ！光と人の渦が溶けていく。よかった、気がついたか。アシュレイ隊員、ここは？アッバーワークーだ。君は戦闘中に意識を失ってしまったんだ。そうですか。また足を引っ張ってしまったんですね。いや、ここで訓練をしていた兵の中にも君と同じように意識を失った者がいたそうだ。おそらくソーラーレイの影響だろう。ソーラーレイ？コロニーそのものを巨大なレーザー砲に仕立てた新兵器だ。連邦艦隊の半数が沈んだらしいが、前線の味方にも大きな被害が出ているらしい。そんな味方も巻き込んで撃ったということですか？じゃあ、あの時の光と人の渦は？サイコミが人の思念を受信し増幅させる装置である以上。私が聞いたのは人の死？ペッシェ、君はこのままここにいろ。この戦争はもうすぐ終わる。アシュレイ隊はどうされるのです？俺にはまだやるべきことがある。アシュレイ隊、出撃準備が整いました。わかった、すぐに行く。待ってください。敵も味方も人が死にすぎた。俺たちは殺戮兵器を生み出した者としてその責任を取らなければならない。アシュレイ隊員、さよなら。ペッシュ、君は戦うためだけの兵器にはなるな。隊員、戦うためだけの兵器。稼働状態のモビルアーマーは全て出撃してしまったようだな。申し訳ありません。ただサイコミを搭載した試作モビルアーマーを準備しておりますので、準備が整い次第隊員にはそちらに乗り換えていただきます。サイコミは俺には使いこなせんよ。このゲルググで十分だ。ニュータイプの能力なんてものは誰にとっても未知数なんです。使えなければ隊員が撃墜されるだけです。なかなかはっきりものを言うな。そういうやつは嫌いじゃない。どうも。いずれにしてもまずは隊員が無事に帰還されてからの話です。ご分を。久しぶりのモビルスーツか。うまくできればいいが。アシュレイ砲、高機動型ゲルググ出る。戦闘準備をお願いいたします。高熱源体接近、気をつけてください。EX スキルが発動可能です。 EX スキルの発動を確認。 EX スキルが発動可能です。 EX スキルの発動を確認。 EX スキルの発動を確認。EX スキルが発動可能です。 EX スキルの発動を確認。 EX スキルの発動を確認。隊員、準備が整いました。戻ってください。わかった、一旦起動する。
ブラレロ？聞いたこともない機体だな。開発途中で放棄されたモビルアーマー、ザクレロをサイコミュ搭載機として回収したものです。ブラウブロで実用化された優先式メガ粒子砲を2門搭載しており、格闘武装のヒートナタと連動することでサイコミュによるオールレンジ攻撃が可能です。シムス注意の置き土産ってとこか。けどいくらサイコミュを搭載したところで元がザクレロじゃな。それに誰が乗るんだ。俺を乗せる気ならまだビグロの方が合ってるぞ。それが私です、隊員。ペッシュ、どうして君が。あれほど言ったのにまだわからないのか。私だって自分がやってきたことを無駄にしたくないんです。幼い頃からずっと父のようなパイロットになりたいと思っていました。でも念願叶った時にはすでに父はいなくて。アシュレイ隊員、あなたが私との出会いに宿命を感じたように、私もまたあなたの中に父を見たんです。父と肩を並べるにはあなたと一緒じゃなきゃダメなんです。ペッシュ、分かったよ、ペッシュ。俺はきっとあの世でオーガンに怒られるな。大丈夫ですよ、私の頑固さは父譲りですから。そういえばオーガンがそんなことを言ってたな。行きましょう、アシュレ隊員。あ